ドブルホフ WNF342 ドブルホフ WNF342 はチップジェットを使用したローター駆動方式で離着陸を成功させた初のヘリコプターである。WNF-342 は小型艦船や U ボートから運用できる偵察用機材を要求するドイツ海軍向けに設計された。通常のレシプロエンジンが 小型の推進式、プロペラ、ローターヘッドと中空のローターブレードを通じて、ローター先端にある燃焼室へ空気を供給する、エアコンプレッサーの双方を駆動していた。V1、V2、最初の方の試作機の V1 号機は、出力60馬力、V2 号機は、出力90馬力のバルターミクロン製エンジンを、搭載していた。 1943年に初飛行し、V4 号機と共に、ゼルは無税にて連合国軍により路角。V3、より体系のローターを持つ2番目の方の試作機。試験飛行中に墜落。V4、製作された最後の機体は、新しいコレクティブピッチ制御とサイクリック制御を備えた複座型であった。25時間の試験飛行を行った後で米軍に、 露格され、1945年7月19日に、ラスティ作戦の一環として、空母、リーパーに船積みされて、米国へ送られた。イラストレーテッドエンサイクロペディア・オブ・エアクラフト。ありがとうございます。